はい、今日も超幸せの杖占いやっていきましょう。守護天使様、見守っていてください。さあ、神だ。神はイレブン神かディスカード神って感じだね。さて、ヒダモン出んだ。奇跡。ヒダモンはいいでしょう。パラソルもいい。一番幸せも来た。なかなか良い。さあ、なんか出てきたらこれで叩けるから、とりあえずテンション上げでいいかな。出んだもいいね。よし、行くぜ。で、デンダを後ろに置くから、こいつら前に置こうかな。何もしてこないと逆に困っちゃう。あ、いいか。こっちもドローしに行くか。私のターンね。向こうもイレブンか。イレブンですよ。ドローしに行くのもありだが、置くのもありだな。こう。これを相手が通せるかどうかだなぁ。殴って、なんとかトラで2点ダメージと。引きに行った。これを僕は倒せないね。ステルスだからね。で、次やられちゃうのか、これ。引きに行くか、ケダモンで行くかだな、これ。向こうか。いまいちだったな。ケダモン出した方が良かったかもしれない。どう攻めるか。これ倒しに来るでしょうか。出てきたやつを僕は殴り倒すと。その次連打につなげられればいいなという気がするが。殴って、2点ダメージのやつでしょう。カイロサントできた。3点余ってる。うわぁ。これは困っちゃうね。これは困っちゃうね。2点与えたとしても、1点。全処理されてしまうな。まあ、いいか。とりあえずだぞ。ケタも後ろにしようか。もう全然よくされちゃうだろうな。行くぜ。全除去されたら、デンダ前に置いて次のことを考える。されなかったら、後ろに置いて一気に殴ると。知ってもよかったかな。これテンションあるから回しちゃってもよかったかなって気がしますね。東大タイガーとか。これ東大タイガーで戻しちゃったらかえって相手が損するから。ベースボールできた。めんどくさ。これは迷うな。で、さらに殴り倒しちゃうか。あんまり俺を怒らせるなよ。うめえな。私のターンね。
じゃあ連打前に出すしかないね。とりあえず調子はさに繋がらないが、これは仕方ない。でも全処理されちゃいそうだね。どう攻めるか。早めに使っちゃった方がいいのかどうかというのがわからないな。うわあ、最低なやつが出てきた。殴る。もういっちゃ。これをバババ使うしかないのかな。でも使っちゃうと。お、そっち投げてくれた。これはちょっと嬉しいか。バババーが使えるからね。さて、なんかいいやつ出てくるか。お、かくれんぼをしてる。じゃ、一回殴ってから。痛み分けして、かくれんぼ。デンダ来た。いいよ。次、デンダ。デンダ、調子合わせがいける。もし、でっかいやつが出てきたら、売るのが。売るのが先でもいい気がするけど。売るのが先かな。難しいな、これ。もっと倒しづらいやつが出てきたら売るのがって気がするよね。そう、相手出すのためだったね。ローもいいな。困るなこれ。すげえ困るな。悩ましいな。使ってしまうか、売るのが使ってしまうと相手も売るのが出てくるか。まあいいか。とりあえず超幸せが楽しいから釣り行こう。まあ、それでも、これ、レベル2の一心同体残ってるから、ウノが使えるし、ローも使えるし、問題ない。さあ、何が来るかな。まあまあ。まあまあ、いいでしょう。相手の Y 版ドック以外なら、まあ、なんとかなりそうだけど、Y 版ドックが来たら辛い。ローから楽しいこともできそうだし、楽しみはある。こいつはテンション回せば強くなるし、シルバーベア、召喚時、はい、クムリン、レジェンドフォーン、スライム3か、うん、まあなかなかだ。さあどうする。何でも相手できると思うが、全処理っていうのは割と苦手なんだよね、やつ。クロスカッターぐらいしかない。単体処理は結構得意なんだけど、ね、ウルノーガかな。そしたら僕はウルノーガ返しする。くそ、もう時間がね。お、ローから金縛りして全部殴るっていうのもあり。誰をやっつけるかっていうのに悩んでるか。マムーにした。もう死なないぞ、死なないぞ、死なないぞ。もう倒したいが、そううまくはいかない。お、これは1、2、3、待てよ。3、8、9、10、11、12、13、14、15、16。16。裏場に20。ちょっと足りん。ちょっと足りん。悩ましいなぁ。でも殴りに行くのがいいかなと思うんだが、倒した方がいいかな。難しいな。難しいね。いや、もうやばいね。無視して殴ろう。どうにかなっちゃえ。
チチチチ1点足りん、1点足りん、1点足りんがまあなんとかなるだろう。全処理されるってことはあるかな。ワイバンドックだったらありえるが、本体も殴れないし。1点足りなかったが、さあどうする。19点出る。さすがにまだヘルクラッシャーとか来ないよね。カイロスハント、あーあれか、全処理来た。そう、ワイパーノック使うとは思ったが、何体か残るでしょう。1体ぐらい残ればなんとかなる。本体では殴れないから、でこいつも殴れないから、1体残れば売るのが、お、ブラレー。もう時間で本人では殴れないから、ちょっと罪か、罪か。そうだね、そうだね、こっちを売るのがガチということですね。負けだもんでもいいと。はい、ありがとうございます。はい、でんだ。そう、全処理するにはワイバンドックしかないんだけど、持ってたけど全部処理するには至らなかったということですね。はい。デンダ超幸せの杖がかなり強かったということです。ありがとうございます。